はい、皆さんおはようございます、アトランタの方です。昨日日本にいる友達から、渡辺徹が、61歳で、亡くなったと、原因、糖尿病、敗血症ということでしたけども、若いといえば若いですよね。だけどしょうがないですよね、糖尿病ですからね。はい、彼は太陽に吠えろで活躍して、その後ちょっと半分ドリフとかの志村けんのコントにも出てましたよね。でかなり爆食いするとか、そんなことやってましたよね。やっぱり自分の健康管理がちゃんとできてないっていうのが死因といえば死因でしょうね。志村けんが3年前に死んでますけども、彼も結局そうで、酒をバンバン飲んで、不摂生がああいうふうになるわけですね。で、人間いつ死ぬかわからないわけですよ。私だってこの後ですよ、仮にどっかで車を運転しててぽっくり行くかもしれない、または、来週飛行機に乗って飛行機が落ちるかもしれない、そんなことで人生、いつどう変わるかわからないわけですよ。で、そういうふうに考えていくと、毎日その一日一日をどう真剣に生きるかっていうのは大事だと思いますね。例えば明日死ぬとしましょう。そうした場合に、じゃあ人生幸せでしたか、そういうふうに思える人生にしないといけないですよね。ですから毎日毎日がもう今日が最後で生きていくのは大事だと思いますね。はい、茶道で一期一会という言葉もありますけども、その最初に会う人でももうこれが最後だと思って接しなさいっていう、丁寧に接しなさいっていう、そういうことだと思うんですけども、同じことですよね。だから毎日毎日一日一日を充実して生きる。で、本当にだから後で、あの時こうやればよかったとかね、いろいろあると思うんですよ。私の場合はですね、あんまりそれがないというのが、若い時から好きなことをやってきて、多少の迷惑を皆さんにかけながらですよ、好きなことやってきて、で、自分が来たいアメリカに来て、別に寿司はしたかったわけではないですけども、一応ビジネスが成功してですよ、ある程度のお金も貯めて、今借金も全部終わって、今非常にハッピーな生活を送ってるわけです。で、そういうふうに考えるとやっぱり毎日充実させるというのは大事だと思いますね。で、もう一度その糖尿病とかに戻りますと、やっぱりその生活習慣病ですか。で、アメリカの場合非常にこれが問題って言いますか、アメリカのフードがダメなんですよね。例えば、アメリカ人が好きなもの、チキンウィング、ピザ、パスタ、肉、それからアイスクリーム、こんなものをですね、毎日食べると本当に病気になるに決まってるわけですよ。はい、で、日本から来た例えば駐在員とかですね、その家族もですね、アメリカに来て、うわピザだピザだとかですね、そんなこと言ってるとだんだん太っていくわけですよ。で、前には駐在員の奥さんがいましてね、日本から来た時は痩せていたのに5年経ったらもうデブになっちゃったと、こういう例も実際あるわけです。で、ましてやアメリカその車社会でですね、歩く機会がないわけですよ。例えばその東京にいればですね、地下鉄乗るにしても JR 乗るにしても階段があり、それを上り下りするわけですね。だからそう考えるとやっぱりその運動、それから食べるものは大事と、そういうことだと思いますね。はい、今日はこれで終わりです。